店舗数が過剰とも指摘される国内スーパー業界の競争は厳しく、価格で競合店に見劣りすれば一気にお客を奪われかねないからです。食品メーカーも原価低減の努力を極限まで重ねています。どうもこんにちは、東洋経済オンライン YouTube チャンネルリポーターの森岡紗衣です。チャンネル登録してご覧いただいている皆様、いつもご視聴ありがとうございます。本日の3つのポイントはこちらです。 1. イオンはプライベートブランドトップバリューの小売価格をできるだけ据え置きする方針です。 2. プライベートブランドの価格を維持したいのはイオンだけではありません。 3. ただコスト上昇のしわ寄せが食品メーカーに及んできているという状況もあるようです。というわけで今日はイオンのプライベートブランド価格、据え置きの痩せ我慢に募る憂鬱をテーマにお届けします。イオンは7月、自社のプライベートブランドトップバリューの小売価格に関してカップ麺やマヨネーズなど3品目を除いて当面据え置くと発表しました。原材料高や円安が進む中での商品の値上げについてイオンの岡田元也会長は今年4月に多少なりとも痩せ我慢の必要があると話していました。とはいえ価格を据え置いた商品も例外なく原価上昇の影響を受けています。イオンは様々な企業努力で価格を維持しています。食品メーカーの自社ブランドであるナショナルブランドの値上げラッシュが続く中、プライベートブランドの値上げをできるだけ回避しようとしているのはイオンに限りません。店舗数が過剰とも指摘される国内スーパー業界の競争は厳しく、価格で競合店に見劣りすれば一気にお客を奪われかねないからです。スーパーの業界団体が毎月実施している景況感 DI 調査によれば、販売価格の上昇に反比例するように来客数が減少傾向となっています。値上げによって客足は遠のくのです。ただこうした痩せ我慢もスーパー側の努力だけでは成り立ちません。プライベートブランドの製造を請け負っている食品メーカー側の協力があればこそです。メーカーも原価低減の努力を極限まで重ねています。ただ足元では限界に達しつつあり、食品メーカー側の本音としては小売店側にコスト上昇分を負担してもらいたいようです。ところがコスト負担を嫌ってプライベートブランドの製造受託を断ったりすると競合他社に受注を奪われてしまいます。そのためある程度の安値でも請け負わざるを得ないという事情もあります。ナショナルブランドに比べてプライベートブランドは利幅が薄いですが、工場の稼働率を上げたり小売店側でナショナルブランドの売り場の棚を広く確保してもらえるという見返りもあるようです。コスト負担をめぐる綱引きが激しくなっています。ということで今日は東洋経済オンラインより東洋経済の井上雅也記者、中野泰樹記者のレポートをもとにお届けしました。記事ではもっと詳しく報じています。気になった方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。